はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。今回は三国志13パープキットの強化プレイですね、長雲での続きをやっていきましょう。すでにですね、もう続王になっている長雲なので、この先はもうひたすら武名を高めていくと、基本的に今のところはですね、どっかに仕官をしたりするつもりはなく、このまま強化でのプレイを続けてクリアをしてみたいなというふうに思ってますんで、引き続きですね、ひたすらに武名を高めていきましょうというところになります。では、そのための徴収もろもろをやっていきましょう。で、一応ただただ武名を高めるだけでも面白みがあまりないので、目標としてはですね、曹操を懲らしめるというのを一つ目標に据えてやっていきたいなというふうに思っています。なので基本的には強奪するにしろ、徴兵するにしろ、曹操のいるところでやろうかなというふうに思っています。強奪の限りを尽くしてやると。神竜とかね、兵糧10万超えてますからね、奪い取っていきましょう。報告します。で、あとは、支持書とかね、持っててもしょうがないので、どんどん使っていきましょう。仲間内で絆をつかめてくれる分、深めてくれる分には合戦の時にね、有利になりますからね。この乱世、やはり武を書いては到底生き残ることはできへんと言ってますね。でだ、賊の討伐をちょっと1個入れておきましょうか。ちょっとね、賊の討伐であまり武名が上がらなくなっている疑惑が自分の中であるんですけど、それを確かめる意味でもちょうどいいかな。さあ、この軍勢を率いていきましょう。ちょっと任務が途中で行くぞ、超支流に続け、終わっちゃいますけども、待て、ここはすでに賊の討伐隊が出てますね。無駄なことはやめましょう。せっかくなら行を経由して課題まで行ってみますか。で、都市の方では徴兵でもしておきましょう、今のうちに。報告します。報告します。今度は孫恩賢軍と曹操軍、しかも自ら出てますね、曹操は。ここはかなり大規模な戦いになってるな。ただ曹操の方がさすがに軍勢の数が多いですね、74,000。ただここに太子寺がいて、2万の軍勢を今動員かけてますね。これはかなり面白い戦いになりそうだな。ちょっと蚊帳の外感はありますけどね。
強奪でも地味に武名が上がったりしてくれるとね、武名のため買いがあるんですけどね。今のところだと武名依頼をこなしていかない限り武名が上がっていかないので、その武名依頼でもらえる武名が少し少なめに今だとなっているので、あ、幼少で一応溜まるんだな、士気が回復できますね。これは知らなかったな。勢力に所属してないとダメなのかなと思ってたんですけど、そんなことはないですね。じゃあ文明依頼やっていきましょう。この課題で落葉を任されておるのだが、曹操軍のせいで当時に障が出ているのだと。なるほど、これは非常にいいぞ。曹操、懲らしめる、いい機会だ。楽葉に移動しましょう。もうちょっと軍勢集めてくればよかったな。そうなると やるぞ。まあここはいつものカグランジン戦術を打っておきましょう。いつもの通りの作戦でいいでしょう。数も多いし、こちらの方が。かけよ、皆の者、力を示せ。あとは敵がどっちに来るかですね。敵援軍が到着か。行くぞ。今こそ好機、物どもかれ、わしに続け。なるほど、氷山の超支流、ここは一気に敵の本陣に攻め入りましょう。かけよ。どっちの方が足が速いかという問題と、どっちの方が攻撃力が高いかという2つの問題がありますけどね、まあ、どっちもこちらの方が上でしょう。敵が本陣に取って返してきたとて遅い。こちらの方が取り付くのが早いはずだ。入れるなよ、敵を本陣に。あとは変陣、変陣じゃない、本陣を削り取りましょう。趙軍は硬いぞ。これで終わりだ。非常にいい滑り出しですね。これはただあれなんですよね、きっとここで武名は上がらないんだろうな。これこそ武名上がってほしいけどな。野戦で曹操軍を撃破したっていうのはね。うわ、水上戦か。水上戦って結構苦手なんだけど、ただ数が多いこちらの方が圧倒的に有利なので、一気に攻め込みましょう。水上戦に関してはもう明らかに部隊数が多い方が有利ですからね。だいぶこちらも数を減らされてるね。命が惜しくば
超運ですらかなり減らされてる。これはまずいな。こんなはずじゃ。退却していきましょう。川での戦いは苦手だな。結局文明はほとんど上げられずが。いやいよいよもう三国時代到来って感じだな。まあ、三国時代っていうか、まあ袁紹、孫権、曹操、劉表かな。まだ劉備はねちょっとまだまだ全然出てきてないかな。さあちょっと減らした軍勢をもう一度取り戻しにかかりましょう。このままではちょっとね、そうそうにやられっぱなしな感がありますからね。申し上げ承知しました。報告します。身ぐるみを剥がされたいのか。礼を踏んだくりましょう。地味だよなまだやってることが。こういうのでもね文明が上がればいいんですけどね。今文明が2281ですね。お、定山に賊が出たか。これは討伐しましょう。近いので非常にありがたいけども数が多いですね。行くぞ。超支流に続け。これで賊を倒した前までだとね200もその武名が入ってきてたんですけど、今は全く入らなくなってんじゃないかな。ちょっとねもう一度じっくり検証しましょう。やるぞ。一つ一つの隊の数が多いですね敵の方が。まあここも何も考えずに敵の陣に突撃していきましょう。城攻めとかになるとね結構タイミングが重要になってきますけどね。拠点攻略だと、まあ、ここは部隊数に物を言わせて一気に押し込みましょう。さあ十分に味方を集合させたら
合子闘争を使っていきましょう。やられたか。氷山の強襲流押して参る。水上戦はやっぱりちょっと苦手だな。さあこれで族を討伐したけど、武名がどんくらい入ってくるかですね。200とは言わないけど100ぐらいは欲しいけどな。全く増えないね。2281から全く増えてないんで、これはもうあれだな、続討伐はないな今後二度と。ではもうひたすらに嫌がらせとばかりに総総領で徴兵していきましょう。報告します。報告します。報告します。お、襲撃依頼か。気に入らねえ都市はねえか。いや依頼するよ。どうやって依頼するのよ。全然あるよ襲撃依頼。ひたすらに曹操を苦しめてやろうっていう嫌がらせを。したいですよね。沖縄との絶戦か。黙れ。金を渡して黙らせましょう。金ならいくらでもありますからね。さあ徴収をして兵を満載したら洛陽の攻略に行きましょう。報告します。あ、ここはちょっと報告します。民心が低かったけど、民心が高い曹操の領地はどこなんだ。袁紹ではなく曹操でいうと民心は ここだな。民心が高いとこ、可否とか公領、この辺りは高いですね。まあ、長安とか逆に低い感じかな。まあ、だからその辺りを狙っていくのがいいのかな。こうやって見るとやっぱり曹操の領地がだいぶでっかく大きくなってきてるなっていう感じが手に取るように分かりますけどね。お、紙幣の最大値になったかも。となると出陣していきましょう。今度こそ洛陽だな。
なるほど。ってことは、兵数を上げるには部隊数を引き連れていくしかいないのか。まあ、朝鮮もじゃあ連れていきましょうか。朝鮮ちゃんをね、戦場で失うようなことがあってはいけないですからね。任せな。さあ、もうほぼほぼフル動員ですね。行くぞ、超支流に続け。これで洛陽を攻めましょう。洛陽も軍勢が回復してきてるからな。危険といえば危険だな。いくら5万の軍勢を出すとはいえ。呪春が曹操の手に落ちたか。どうだろう、洛陽の手前の密とかこの辺りで一旦古老館だな、古老館で一旦貯めましょう、投資を。武金勢との戦闘か。こうやって考えるとちょっと割に合わないな。やるぞ。申し上げる。どうやって貯めるかだな。変な文明依頼だと時間ばっかりかかって何も得るものがないっていう可能性が出てくるな。今回も洛陽を攻め落とすだけの力がというか、その戦闘力があるかっていうとね、ちょっと微妙ですからね。愚策を食いよ、あかれ。者ども、我が指揮に従え。氷山の超支流、押して参る。火を放ちなさい。いや、マジか。これまでですか。皆の者、今こそ力を示すのです。死なし。読みが甘かったか。結構軍勢失いましたね。4万8000いたのが4万5000を切ってますからね。このまま洛陽まで攻め上れるかっていうとどうなんだい。退却しましょう。でちょっと武名依頼を解除しましょう。この武名依頼はちょっと割に合わない。曹操領荒らしすぎたからな。ちょっと変えるか、次の武名依頼を。で今武名依頼が出てるところで言うと、
どうだ、平原とか、あ、北海があるね。ちょっと北海行こうかな、次は。じゃあ、帰還兵が戻ったら早速北海を攻めましょう。北海を攻めるっていうか、北海に行きましょうですね。朝鮮ちゃんは留守居役にして、代わりに、趙雲に兵を1万近く持たせましょう。んで、朝鮮には、報告します。その間に、徴収をしてもらうと。ちょっと何品にも立ち寄るか、そうすると。もう今はね、ちょっとでも多く文明こなしたいんですよね。正体の襲撃を受けちゃいましょう。いやー、3万もの軍勢がたかだか商い税を守るかなーっていうのはありますけどね。申し上げまあ、やってるんだろうな。相当こう、すごく守られてるよな。しかもこの兵士長たちが強いのなんのって、すごい強いですよね。いやー、正面からぶつかりたくないけどしょうがない今かこそ勝機だ。俺に続け。氷山の強支流、押して参る。さあ、一人でも多く突破するんだ、敵の衛兵長たちを。兵士を討ち取りましたって言われてもな。氷山の強支流、押して参る。さあ、このまま一気に削り取りに行くぞ。洛陽を攻めたりするにはどうしたらいいんだろうな。お、袁紹が死んだが。あ、そうか。今、曹操とは敵対しちゃってるから、敵視されてるから、マップ上で遭遇すると戦闘になるんですね。まあでもしょうがないよな。曹操からの贈り物、拒否りましたからね。俺に続け。あとは文明がゼロ、ここもゼロか。痛いね、文明ゼロっていうのが続くと。やっぱり北海に行くしかないか。
開けよ。いやー、敵の軍勢もだいぶ揃ってきましたね。いやー、これまともにぶつかって大丈夫か。まあ、ただここまで来たらもう行くしかないからな。どうだろう。意表をついて南から回ってくるっていうのはどうかな。で最北に入るっていうパターンでいきましょう。入る。こういう陽動も必要ですよね。招待ね、全然いいよ、やりましょう。これでまた武名がゼロだとね、かなり痛いけどな。次は大丈夫だろう。またゼロとかだとね、かなりショックでかいけど。さっきね、だって3万の軍勢が守る招待を撃破して武名がゼロ。いや、それはさすがにないでしょうっていう感じもね、しますけどね。いくらなんでも。今こそ勝機だ。俺に続け。悪名はもう相当高くなってても良さそうなんだけどな。溶けたな。衛兵が趙雲に撃たれましたって。しょっちゅうありそうですよね。衛兵が趙雲に撃たれることなんて。これで武名がどんくらいかだ。曹操の領地で、しかも全く違う場所での武名。7か、7か。なるほど、なるほどね。そしたら今度こそじゃあ北海に攻め込みますか。かけよ。やるぞ。申し上げる。まあ敵の数は少ないですからね。かけよ。ここが正念場だ。皆の者、ここが正念場。これ。定山の強支流。押して。皆の者。
ここが正念場だ。ここでも武名が7とかだとかなり武名の稼ぎ方は考えないとダメだな。武名が0。マジか。いやー、武名0ね。どうやったら武名がいっぱい稼げるんだろう。このペースで武名依頼をこなしてると、あと30年くらいかかりそうですね。ゼロだったり一桁だったりっていうのが続くと、ちょっと武名の稼ぎ方を考えた方がいいかなという感じがしますが、時間がね、いい時間になりましたので、今回これくらいにして、ちょっと武名のすごくいい稼ぎ方ご存知の方いれば、ちょっと僕ももちろん調べてみるんですが、教えていただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にTwitterのリンクも貼ってありますので、ぜひTwitterのフォローもよろしくお願いいたします。